あ、どうもです。秋村でございます。お願いします。ですね。まあ最近ね、コロナがまあ明けるとは違うけど、だんだんこう、まあ、共存の道をね、歩みつつあるんじゃないかと思ってる、そんな、まあ今日この午後ですけどもね。昨日ね、上野行きまして、上野のカラカンがね、入ってたんですよ、実は。まあ、空いてるっつっても、夜の時間ね、は、まあ、空いてなくて、まあ、昼料金の時間だから、6時までは営業してますと、言ってました。なので、そろそろね、音楽の方に、もう、自分も、戻さなきゃいけないかなと。もうね、それこそ自分はね、もともと、この動画は、まあ、基本的に音楽動画を上げてたのになんかわけのわからんことばっかりやってましたね。まあ、そのわけで、ちょっと、まあ出始めではありますけども、ちょっとね、こんな検証動画を用意しました。まあ、前から僕疑問だったことが一個あります。アディショナルギターって言ってますかね。例えば、4ピースバンドっていうのがありまして、まあ、ボーカル、ギター、ベース、ドラムという4人、で、まあ、編成されてる。まあ、まあ、別に、まあ、ギター、ベース、ドラムに限らず、4人が、4人で編成されるバンドが、4ピースバンドなんですよ。で、その中で、例えば、まあ、ギター、ボーカルっていうのもいたりとかするし、あと、5ピースでね、それこそ、ギターがツインギター、そういうことがあるじゃないですか。まあ、そのツインギターの2人目のギター、もしくは、まあ、ギター、ボーカルのギター。これは、もしなかったらどうなんだろうっていうことが、前から疑問でした。なので、今回ね、ちょっと自分の曲を用意しました。以前、あげました、ゴッホの、フラワーバーンズアウトですね。通称ゴッホ。誰も呼んでないけど、なこと。まあ、ちょっとその、フラワーバーンズアウトをね、使いまして、他の人の曲を使うわけいかないので、僕の曲を用意しまして、あの曲はまあ、実はそういうこと、4ピースバンドのつもりで作って、だから、ギター、ボーカル、ギター、ベース、ドラムっていう、そのつもりで作ったやつなんで、これを、じゃあギター片方やなかったらどうなるかってことを、これから検証してみたいと思います。まず、最初にですね、まあ、オリジナルですね。オリジナル版を聴いてください。どうぞ。はい、ということでですね、オリジナルの バージョンを聴いていただきました。まあ、これはまあ、従来の感じですので、まあ、それはまあ、今の曲は、今のバージョンはまあ、説明不要とさせていただきます。
で次からですね本題、まあ片方のギターがなかったらどうなるかということでこれから検証で一度聞いていただきたいと思います。僕一回聞いたんですけど、あ、なるほどという感じでした。まあ何がなるほどなのかっていうのは今聞いていただければわかります。まず最初にじゃあ本当にアジスナルの方ですね、ギターボーカルのギターをなしのバージョンなので、これはもうガチで、ギター、ベース、ドラム、ボーカル、この、まあ、4パートになります。必ず。もう確実に。ちょっと今ご覧ください。どうぞ。はい、ということですね。聞いていただきました。これはですね、あえて、イントロと感想の部分だけにしました。本当にね、如実に違ったのはそこなんですよ。やっぱり、あくまでギターが強い曲なんで、どうしても感想とか、曲によってはアウトローとかもそうですけど、やっぱその、感想ね、感想前奏も、やっぱ結構、だいぶ違うかなと。やっぱその、アリジナルギター、をなしにするとこんなに違うって、そういうこと。だからそのどこでリズムを刻むのと、そのメロディーを作る、まあ形作るというのがこの場合のギターのね意味じゃないですか。ってことはこれは本当に一人がまあ1パートをねなしにするだけでだいぶ違うってことで、これで少しは分かったかなと僕もそう思いました。なるほどって感じです本当に。これはではじゃあ、ついでになっちゃいますけど、これは。メインギターですね。ギタリストの、ほんと、ギタリストがパートっていう、ギタリストのパートですね。ちょっとこれがなしになったらどうなるかってことを、ただいまから、お聞きいただきたいと思います。どうぞ。大地の声に
はい、ってことでですね、まあメインギターなしということで、これ僕はまあこれ意味のあるそのアップの仕方だと思ってまして、メインギターがいないってことは、この曲の場合はドラム、ベース、ギター、ボーカルという場合は3ピースなんですよ、今度これは。なので3ピースだとどうなるかってことを検証しました。まああくまでこれは打ち込みなんで、まああくまで3ピース風ということに、まあそのご理解いただくべきだと思いますけどもね。まあ聞いた感じね、なるほどとこれも思ったのは、やっぱそのもう一人ギターがいれば、花がね、花がつくというか、花がね、やっぱ必要になるのかなっていうね、意味がこれで分かったのかなと思ってます。なのでやっぱこの動画本当に今回作ってみて思ったのは、そっか、やっぱそうなってくると一つ一つのパートって生きてんだなって。だから、まあ、自分で作ってこんなことやるのあれですけどね。だからその意味があるからこそ、一つのパート、一つのね、一人の役割というか、それが本当に意味があるもんだっていうことはご理解いただきたいかなと。まあ僕もそれは作ってて思いました。まあ楽しかったです、これ作って。これは本当にまあその今までだからブボケットのなんかその結果表をいろいろやってましたけど、本当にあれはあれで楽しかったし、この動画の作る方法を勉強しながらね、と本当に勉強できた部分だと思いますんで、これも本当に勉強になりました、これは本当に。なので一応今回はね、この検証動画を作らせていただきましたけど、皆様いかがでしたでしょうか。まあ実際そのこの曲、この動画を見てから聴いていただくのもあれだと思いますし、一応まあリンクも今回貼っときますので、ぜひともね、一度聴いていただければと思ってますんで、よろしくお願いします。ってことで今回の検証動画これで終了です。まあ近いうちに本当に、まあ冒頭も言いましたけども、カラオケ動画ね、どんどんアップしていきたいと思ってますので、ぜひとも、まあ、特に2コードになってますけど、これもね、2コードは結局ね、まあ、歌好きに関しては本当ね、歌好きであげたいっていうか、もう、たかたかカラオケにね、自分のメモリ使いたくないっていう、言い方あれですけど、まあ、カラオケだからいいじゃないっていう感じですね。はい。なので、一応まあ、今後ね、ぜひとも、まあ、歌いたい曲もね、いつかあるんですよ、本当に。なんで、なるべく早くね、カラオケ動画上げられたらいいなぁと思ってます。ね。そんなわけで、ぜひとも、レジャー木村のね、音楽動画をぜひとも今後ね、期待していただいて、ぜひともね、楽しみにしていただければという感じですかね。へへ。プロじゃねえくせに。ってことなんで、はい。以上でございます。今後の、ぜひとも上げていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。